さて、次の海は先ほどの湾の反対側です。よし、角度の調節にやっぱり経験がいりそうですね。なかなかうまく取れないというのが、どこの子やろう、バレーボールを持って遊び寄りましたね。海岸沿いを走ります。海辺の町です。町っていうのかな、町ね。お家があります。海辺です。日差しが暖かいので気持ちよく走れますが、狭い、道は狭いですね。軽自動車が1台来たらもうそれで離合が、バイクでも難しいですね。こんなん止まって待たないけば。飛んでます。釣りの人たちかな。スタンディングをすると見えますか。眩しいですね。眩しい。お家がそろそろ終わりになるかな。はい、おうち終了かな。そろそろ区切りでスイッチを。うわ、眩しい、眩しいですが、見ますか。ウォーキングの人が、よいしょ。お、桜、桜です。桜の下で、はい、区切り。